ともとですね、例えば大衆文化あるいは芸能とか芸術がね、時代ごとにある決まった型があるってことは昔から知られているわけですよね。例えばギリシャ叙事詩といえば紀元前8世紀とかってそこから始まってね、しかしそれ以降の時代は作られなくなる。例えばギリシャ悲劇であれば紀元前5世紀とかっていうふうになってるんですよね。今日活ロマンポルノっていうのはないけど、70年代を通じてね、大衆的にポルノ映画が見られた時代っていうのがあるけど、それも70年代で終わっていますよね。あるいは ATG って言われるね、アバンギャルド系の映画、これも60年代で終わっていますよね。でそれぞれお金の流れだけじゃなくて内容に非常に明確なパターンがあって、そのパターンがある時代に始まってある時代に終わるんですね。パターンを説明する枠組みっていうのは昔からあるんです。でそれは19世紀の末からあるんですね。でそれはマルクス主義の枠組みっていうふうに言われてます。上部構造株構造論っていうんだけど、株構造っていうのは、生産所関係つまり経済的な関係性なんですよね。でそれに対して上部構造っていうのは、いわゆる広い意味での文化ですね。だから政治も芸術も大衆芸能も全部入るっていうね、だから株構造その時々の経済的な社会の在り方がそうしたね、いわゆる表現の、パターンを決めているっていうふうに考える。例えばですね、日本でも1970年代に入る頃まではそういう分析が実は一般的だったんですね。鶴見俊介を代表とするですね、思想の科学グループっていうのがいて、三田宗介とか南博とかね、いろんなそうそうたる論客がそこにいたんだけれども、基本的に株構造が上部構造を規定しているって枠組みだったんですね。60年代っていうとね、例えば若者の疎外が描かれることが多い。それは都市と農村の格差の問題、つまり農村の貧困の問題とかね、あるいはその急に高度成長を遂げて農業を中心とする、自営業がもっぱらだったものがですね、サラリーマンが増えて使い捨てというか、駒のように組織の中で働く人間たちが増えていく、その駒になる人間の予備軍としてのマンモス授業の大学があってみたいなね、そういう構造の中で若者の疎外が描かれるってことが例えばあったんですね。それは分かりやすい言い方をするとね、当時は街でね会うだけでホワイトカラーかブルーカラーかってことが分かる、見かけで分かったんだよね。あと喋れば訛りがあるかどうかで都会出身者か地方出身者かって分かったんですよね。なので映画やドラマの中でも漫画の中でもね、そういう見かけであるいはコンタクトしてすぐに分かるような属性がね、その人の行動を決めている、考え方を決めているっていう考え方が比較的当たり前だったんですね。70年代に入ってしばらくするとね、思想の科学の分析が、残念だけど全てトンチンカン、同時代の分析についてはねトンチンカンに見えるようになった。ですからどうしてかっていうとね、経済的な状況というよりもね、その人がどういう人格のパターンなのかっていうことが享受するメディアを決めるようになるんです。例えばね、最初マルキンマルビって言葉が出てきて、ネクラネヤカって言葉が出てきて、ナンパ系オタク系といったような対比が出てきてっていうふうになるとね、経済状況というよりも例えば対人関係が得意なのか不得意なのか、例えばモテるモテない問題について劣等感があるのかないのかといったことがね、享受するメディアのコンテンツを決めていくわけですよね。モテない系がねオタク的なコンテンツを享受して、でモテる系はそれは享受しない代わりにね、比較的おしゃれ系のコンテンツを、映画とかを含めてね、またにはデートで見れるような作品を見るってことだよね。そういうふうにもう明確に分岐していくんですよね。でそのモテるモテない問題は実は経済の問題とはあんまり関係がないんですね。で金持ちでもモテないやつをオタク系コンテンツを享受する、オタク系のコンテンツもいわゆる新人類系ナンパ系のコンテンツもね、同一の人間たちが作り出したんだっていう結構重大な問題があるんですよね。だから当初は僕は屋根やつごっこって言ってるけど、俺は他の人とちょっと違うぜっていうところを見せるためにナンパ系の方向に乗り出したりとかね、コンテンツを深掘りするっていう方向に乗り出すっていうことで、その初期のナンパ系コンテンツオタク系コンテンツっていうのはできるわけだけど、それを享受する人たちがね、自分がどういう人格的なリソースを持っているかによって享受するメディアをね、変えるようになってしまったってことだよね。それを僕はね、
あの自己のホメオスタシスっていうふうに呼んでるんだけれども、コンテンツがね自己を補完する装置になったんですよね。だからオタク系は一番分かりやすいけれども、あの異世界もののねオタクコンテンツを読み、そこに自分が、まあ、いわゆる没入しているっていう営みと自意識はもう切っても切れないんですね。で同じようにナンパ系、まあ新人類系って昔呼んでましたけどもね、いわゆるおしゃれ系のコンテンツ見て今これがトレンドだって言ったらね、そっちの方向に行動していく、いわゆる階級で説明するのではない人格で説明するっていう時代に変わったんですよね。社会もシステムだけど、今申し上げたように実は人格もシステムなんですね。80年代に入った、まあ、間もない頃にねマーケットリサーチをしてたんだけども、あの人格5分類っていうのを出してね、でこれは他のですね広告代理店のものとは違っていて、あのシステム理論によって裏打ちされた記述ができるようにちゃんと設計されているものなんですけどね、60年代70年代80年代ぐらいまではね、女の子は小さい頃はね必ずリボンと仲良しを読んだんですよね。でその後小学校に入るとマーガレット、とりわけ別冊マーガレットっていうのを読むようになる、これ恋愛系なんですよね。でところが中学校に入ると恋愛できるタイプの人間と、つまりモテる女の子と恋愛できないモテない女の子がいるってことが分かると分岐するんですね。で自分はモテない方なんだっていうふうに思った女の子たちは、まあ、白線社系の、メディアを、まあ、花と夢とかを読むようになる。でモテる系の女の子はあの中学校になると次第に実際に恋愛に乗り出すので、別冊マーガレットから卒業していくんですよね。ところがそうでない、比較的ポジティブな自己イメージを持ってるけど、あの恋愛は苦手っていう人間たちが別冊マーガレットを読み続けるとかっていうふうにね、その何をどういうふうに読むのかっていうこともね、あのリサーチを通じてあのかなりはっきりと確定できる。例えばね、僕たちは何かをするときに必ずセルフイメージを前提としてるわけですね。自分は例えばモテると思わなければナンパはしないし、自分はリーダーシップ取れるとかそれなりに、人に人気があると思えなければね、リーダーシップを取ろうという行動には出ないわけですよね。全ての行動があのセルフイメージによって、規定されているんだけど、その行動のね帰結っていうのはあの成果を約束されてないんだよね。つまり自分はモテると思ってそれを前提にしてナンパをしたところが失敗すると、そこに期待外れがありますよね。その期待外れを、セルフイメージにフィードバックすると、結局俺はモテないんじゃないかっていうふうに思う可能性もあるし、そうではなくてね、ナンパした相手が悪かったと、ね、とんでもねクズをナンパしてしまったんで、失敗した方が良かったんだとかっていうふうに自己正当化する方向にね、問題を回収する、セルフイメージを維持するため の, あのループっていうのが考えられて、そのループにねいくつかのパターンがある。でそれによって実は先ほど申し上げた、まあ、人格のね、型が決まるんですよね。だからこれがベースにならないと実は批評はできない。でそれぞれの時代にどういうタイプの人間が多くいるのかいないのかっていうこともあの変わるので、それに従ってね、まあ、分析を変えていくっていうことですよね。だからこれがその僕の基本的な、方法なんですね。まあ、社会システム理論を使った、コンテンツ分析、それは昔の上部構造下部構造論とは違って、あの、まあ、人格システムとね社会システムの関係のパターンから、コンテンツを説明していくっていうやり方なんですね。